国際子ども図書館は自動書を専門に扱う図書館サービスを行う国立国会図書館の支部図書館。2000年に日本初の自動書専門の国立図書館として設立された。英語名はインターナショナルライブラリー・オブ・チルドレンズ・リテラチュア。日本内外の自動書及び自動書に関わる文献の収集、保存、提供をはじめとして、 自動書関連の図書館サービスの日本における中枢及び国際的な拠点である。施設は東京都台東区上野公園にあり、1906年建設の旧帝国図書館の庁舎を利用している。国際子ども図書館は1897年創立の帝国図書館を延言とし、施設としては1906年に上野公園内に建設された帝国図書館を受け継いでいる。 帝国図書館は1949年に国立国会図書館と組織上統合されて国立国会図書館支部上野図書館となりそのまま上野公園で図書館サービスを続けてきたが旧帝国図書館蔵書の大半は1961年に新築となった長田町の国立国会図書館東京本館に移され上野図書館は上野公園で参考図書や 特別コレクションの一部を提供する国会図書館の文館として運営されてきた。その後、1980年代に急速な蔵書の増大に対する東京本館の施設の限界を受けて国立国会図書館関西館の設立が構想され、1990年代にその建設が決定されるとともにその役割についての方針が定められると、 支部上野図書館の役割の見直しが検討された。一方この時期には子供の読書離れが深刻な問題として取り上げられるようになり、国立の児童書専門図書館設立を求める、正解、民間の声が高まっていた。ここにおいて上野図書館の施設はそれまで国立国会図書館ではそれほど重視されてこなかった児童書のナショナルセンターとして再活用されることになり、 1996年には国際子ども図書館基本計画が策定され、1999年に国立国会図書館法が改正されて、法的に国際子ども図書館の設置が定められた。施設は上の図書館に改修が施され、2000年に一部を改修中のまま部分開館を行った。そして2002年になって全面開館し、 自動書の保存、閲覧のほか自動書関係の研究文献の提供や展示会などのサービスを行っている。2020年3月4日、新型コロナウイルス感染症発生を受け、国際子ども図書館の休館を決定した。本来休館期間は2020年3月5日から16日までの12日間だったが、後に6月10日まで延長された。ただし、 6月11日の再開後も、当面の間児童書研究資料室のみで再開となる。国際子ども図書館に使用されている旧帝国図書館は、ルネサンス様式を取り入れた、明治期洋風建築の代表作の一つで、来る正道により設計され、東京都選定歴史的建造物に選定されている。旧帝国図書館は1906年春工の、 第一期工事と1929年春工の第二期の2次にわたって建設され、構造は第一期が鉄骨補強レンガ作り、第二期造築部分が鉄筋コンクリートである。この建物は国際子ども図書館に転用されるにあたり安藤忠夫、建築研究所と日建設計により、設計、河野池組により改修が行われ、2002年に完成、全面開館した。 改修においては、歴史的建造物の保存と再生、現代の施設としての活用が掲げられ、外装、内装は球体を残す、要極力保全するとともに、徹底的に補修、復元を施した。復元は古写真を利用したシャンデリアの模造復元にまで及んでいる。歴史的建造物の保全という方針も徹底しており、室内でも床を、 本来の床板より数十センチメートル上にパネルで底を上げし、パネルと本来の床の間の空間に空調ダクトや照明ケーブルなどを通している。また、球体の復元、保存と現代の施設としての機能を両立させるため、行動のある側とは反対の西側壁面をガラスのカーテンウォールで覆い、急西側外壁の外側に張り出すように箱型の建造物を増築した。 箱型造築部分は旧建造物では階段や回廊が狭かった問題を外側に大型のラウンジを付け足すことによって解消し、またエレベーターや空調などの近代設備を歴史的建造物を傷つけることなく設置した。加えて東西を貫く形で1階建てのガラスボックス建造物を張り出させ、行動側の東にエントランス、中庭側の西にカフェテリアを新設した。 この回収は高い評価を受け第45回 b c s 賞第15回ベルカ賞を受賞した。週2回行われる国際子ども図書館の見学ツアーのうちの木曜日の14時から行われる会は建物の特徴、由来に絞って説明が行われている。国際子ども図書館は国立国会図書館の他の2館とは異なり年齢制限なく 誰でも入館することができる。エントランスのある1階には、吸気品質を回収した児童向けに、子供の部屋、お話の部屋、世界を知る部屋があり、来館した子供たちが自由に自動書を読むことができる。最も内装の豪奢な吸気品質を子供のために当てているのは、この図書館が子供のための図書館を歌っているためである。アーチネ2階には、自動書研究資料室が用意され、 日本と諸外国で出版された児童書、絵本や児童書、児童文学関連資料、雑誌などを開花する。また、PC 端末も設けられ、国立国会図書館デジタルコレクションの閲覧等も可能である。ただし、この部屋のみ、研究のための利用を目的としているため、入室と利用は基本的に18歳以上に限定されている。3階の旧大閲覧室は、 日本のミュージアムに改修されており、定期的に世界の自動書に関する展示会を行っている。また3階には大ホールがあり、シンポジウムや講演会、演奏会などのイベントに利用されている。平井館型のサービスとしては、自動書の図書館館貸し出しのほか、小学校、中学校の学校図書館向けに、主題別の資料セットを貸し出している。また、 自動書を多く所蔵する、その他の図書館と連携し、自動書の総合目録データベースも作成している。自動書に関する電子図書館サービスも行っており、国際子ども図書館のホームページでは、対象時代に発行された自動雑誌、子どもの国の差し絵などを公開している。ありがとうございます。